こんにちは、アロマの学校魔女の館です。私の簡単なプロフィールこんな感じです。先日から AAJ 検定1級を受験される方のために、まあ、2022年度版として動画をお送りしてるんですけれども、まあ、皆さん順番に見ていただいてますでしょうか。前回は声優について説明いたしました。で、今日はね、その続きになりますけれども、その声優っていうのはどのようにして取られるのか、声優の抽出法についてお話ししていきたいと思います。テキストをお持ちの方は19ページから載ってますので、そこを見てながら、お聞きになってください。ここにはね、5つの抽出法が出てるんですよ。1つ目は水蒸気蒸留法、2つ目は圧搾法、で3つ目は揮発性有機溶剤抽出法、それから4つ目は、油脂吸着法、で5つ目は超臨界流体抽出法ですね。で、この改定前のテキストの場合はですね、一応5つは載ってたんですけれども、出題されるのは3つだけですよっていうふうになってたんです。最初の水蒸気蒸留と圧搾法と、それから溶剤抽出法のね、ところが今回は、まあ、全部出るのかなっていうふうに思いますのでね、把握しておいてください。で、順番に説明しますね。ちなみに出題される30種類の精油のうちの8割方はね、水蒸気蒸留法なんです。で、4種類が圧搾法、3種類が揮発性有機溶剤抽出法です。では1番目のね、水蒸気蒸留法の方から説明していきたいと思います。その名の通り、水蒸気を使って蒸留する方法です。テキストの図を見てもらったら分かるんですけれども、まあ、大きな蒸留釜の中に原材料植物を放り込みますね。で、その下から水蒸気を当てていくわけなんですよ。で、これはね、もう一つ下に水を張っておいて、で、その上に金網なんかを置いて、そこに材料を置いて、水から徐々に温めていって水蒸気にしていくっていう方法もあります。どちらにしてもね、水蒸気っていうのは上と上がっていくじゃないですか。で、その植物の中を通っていくわけですよ。そうすると植物が持っている精油が入っている袋っていうのをね、プチプチと壊していって、上の方には植物の香りを含んだ水蒸気っていうのが集まってきます。その香りが混ざった水蒸気をね、この細い管の方にどん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 送り込んでいくわけです。で、その管をこう冷却器っていうところでね、冷やしていくんですね。で、水というのは温められると水蒸気になって、冷やされると元の水に戻るっていうのは皆さんもご存知ですよね。つまり、その冷却器の中を通ってきた水蒸気っていうのは元の水に戻るんですけれども、そこには植物の香り成分が含まれているので、元の水とは違う水が取れます。で、水だけではなくて、上に精油が浮くんです。前回の精油の性質を思い出してほしいんですけれども、精油の特徴として、水には溶けにくいが油にはよく溶けるっていうのがありましたよね。つまり水には溶けにくいんですよ。だから、その精油の成分っていうのは水に溶けずに浮いてくる。これが水蒸気蒸留法なんですね。で、取れたものっていうのは、その使用性の精油と水とに分かれているので、で、それを分離器で分離することによって精油を取ることができます。残った水っていうのはただの水ではなくて、植物の水溶性の成分が入っていますよね。当然香りの中でも水溶性のものがありますので、それが溶け込んでいます。ですので、この水のことを芳香蒸留水っていうふうに言っています。ローズウォーターとかラベンダーウォーターです。ですから、これをスキンケアに使うことができるんです。で、市販のね、化粧水のように防腐剤とかいろんなものが入ってないですよね。だから安心して使えるんですけれども、その代わり消費期限っていうのがかなり短くなるので、そこら辺は注意してお使いください。私はね、もう長年ローズウォーターのみですね。市販の化粧水はね、何年も買ってないですね。たまにね、温泉なんか行ったらお風呂場に置いてあるじゃないですか。で、それをね、ちょこちょこっとつけるぐらいかな。もう自分の家には一切ないです。水蒸気蒸留法の蒸留釜っていうのはね、ほとんど今はステンレス製なんですけれども、昔は銅製で使われていました。で、これをね、アランビックっていうんですけれども、香りの館とかそういうところに行くと置いてあるので、皆さんも見たことがあるのではないかなっていうふうに思います。次はね、圧搾法ですね。まあ、漢字はちょっと難しいんですけれども、潰してしまう、プレスするっていうことです。で、柑橘系っていうのはね、あの皮のところに精油が含まれてるんですよ。なので、皮を絞っていくとね、精油が出てきます。昔は奴隷がこき使われて、その皮を一生懸命手で絞って、スポンジの上で。で、そのスポンジがその精油でいっぱいになったら、こう、そーっと絞ってね、瓶の中に詰めるっていうようなことをしてたんですけれども、まあ、今はね、そんなことをせずに、プレス機で全部押し潰してしまいます。で、その後、こう、遠心分離機にかけて、残ってる水分とかいろんなものを吹き飛ばして、精油を取るっていう手法でやられていますね。最初に説明した水蒸気蒸留法っていうのは、一応100度の熱にさらされますよね。殺菌消毒がされるんです。いわゆる煮沸消毒と同じようなことが起きるんですよね。ただそこでね、熱による化学変化が起きるっていう可能性はね、ゼロではないんです。で、圧搾法の場合はそうやって熱にかけませんから、全くその変化を起こしてない植物が持っているそのままの香りを楽しむことができるんですけれども、その代わり
殺菌されていないので、どうしても酸化が早くなりますよね。それでプレスするときに、まあ、皮のかけらとかね、種のかけらとかそういうのをね、異物が混入することもありますし、アスタコ法で抽出する精油っていうのはね、もうほぼ柑橘系なんですけれども、その成分の中にどうしてもね、酸化を早めるような成分っていうのがね、多いんですよ。ですので、まあ、柑橘系の精油に関しては他の精油に比べて消費期限が短いですよっていうような注意書きがよくあると思うんですけれども、まあ、それはそういうことなんですね。柑橘系の精油でも水蒸気蒸留法で取ることができるんですよ。で、そうすると殺菌消毒をされますので、なのでもうちょっと日持ちがするようになるんですけれども、ただね、香りはやっぱりね、アスタコ法の方はずーっといいです。香りを楽しむんだったらもう絶対アスタコ法ですね。使用期限についてはテキストに特に書いてはいないんですけれども、まあ、大体目安としてね、6ヶ月以内ぐらいですね。3つ目の揮発性有機溶剤抽出法なんですけれども、そもそもね、揮発性有機溶剤は何なのかっていうと、字を見たらわかるんですけれども、他のものを溶かすんですよ。常温では液体なんですけれども、蓋を開けるとね、こう気体となって飛んでいっちゃうようなものです。身近なところで言うと、皆さんよく使ってるかもわからないんですけれども、マニキュアの除光液です。その中に入っているアセトンというものなんですけれども、打ったマニキュアを、ね、溶かして、それで取り去っているわけですからね、まあ、溶剤なんですよ。それからあとね、シンナーとかガソリンとか、なんかちょっとヤバそうなものが多いですよね。で、その有機溶剤の中の種類として、石油エーテルとかヘキサンというのがあるんですよ。で、それらの溶剤を使って精油を取りましょうというのが、揮発性有機溶剤抽出法となります。これらの溶剤はね、先ほども言いましたように、常温では液体ですから、その中に、植物を入れるんです。で、そうするとね、植物の中に入っている精油であったりとか、それからお花が持っている色素であったりとか、それから、ワックス成分なんかがね、こう溶け出してくるんです。ワックス成分って何ですかみたいな感じなんですけれどもね、なんかお花にはね、入ってるんですよ。なんか花びらってね、触ると時々ぬるってしたりとかするでしょ。なのでそういうようなものがワックス成分として、まあ、入ってるんですね。で、これらが混ざり合った、まあ、ドロドロのね、ものっていうのができるんですけれども、そのドロドロのものをコンクリートっていうふうに言っています。で、そのコンクリートと今度アルコールをね、混ぜ混ぜするんですよ。で、アルコールというのは、そもそも香り成分を吸着するっていう作用がすごく強いので、コンクリートの中の精油成分がアルコールの方に移行するんですね。で、アルコールも揮発性ですから、そこで飛ばしてしまう。そうすると精油が残るというね、そういう取り方を揮発性有機溶剤抽出法というふうに言っています。水蒸気蒸留法の場合は、上の方に上がってきますよね。ですから上がっていけるくらいの分子の軽い精油しか取れないんですけれども、この揮発性有機溶剤の場合はもうあらゆるものが全部そこに溶け出してしまうんです。ですからとってもとっても強い香りになります。私は最初アロマテラピーを勉強した頃はね、精油というものは水蒸気蒸留法で取る。その水蒸気蒸留法では取れないような、例えば熱にかかると花が縮こまってしまうようなジャスミンであったりとか、水蒸気蒸留法の場合は花がいっぱいあって、すごく高価になってしまう。ようなローズであったりとか、そういうものを溶剤で取るんだと思ってたんですよ。だからまあ仕方なしに取るっていうふうに考えてたんですけれども、でもなんか天然香油配合とか天然精油配合とかっていうねクリームとかをいただいたりとかしてね、ですごく強い香りがしますよね。ラベンダーとかローズとかね。で、なんでこんなに強い香りがするのかなって不思議だったんですよ。天然だし精油とも書いてあったりとかするし、精油を入れるとしたらすごいたくさん入れなきゃいけないから、こんな値段で売れるはずがないよねっていうのも疑問だったんですね。それがね、フランスのグラースにある香料会社に行ってね、びっくりしたんですよ。ラベンダーからローズマリーから何から何まで全部溶剤抽出法なんですよ。ですからあちらこちらにラベンダーとか、そうやってローズマリーとか、マジョラムとか、イランイランとか、そういうね、コンクリートがね、いっぱいあるわけなんです。で、これらの精油が化粧品会社の方に売られて、クリームの中に入れられたりとかして、天然香料とか精油っていう風に表記されるんだなって、やっと理解できたんです。ですので、揮発性有機溶剤抽出法で取られた精油のことは、正確にはアブソリュートっていうふうに言います。私はね、これは精油とは一線を画すものだというふうに思ってるんです。ただし、香水作りをするときには、強い香りっていうのがね、非常に役に立つので、いいかもわかりません。4番目、油脂吸着法なんですけれども、これはね、あまりにも手がかかりすぎて、現在ではほぼ行われていないです。っていうか、油脂吸着法で取られた精油っていうのが売られているのは私は見たことがありません。16世紀のヨーロッパ、特にイタリアとかフランスなんかではね、非常に香料文化が盛んになったんです。マリー・アントワネットとかがね、こうベルサイユ宮殿とかでどんちゃん騒ぎするパーティーとかするじゃないですか。こうフランス人っていうのはお風呂に入らないからすっごい体臭がきついんですけれども、それをマスキングするために香水文化がすごく発展したんです。各そのお姫様とかね、その女王様にはね、専属の調香師がついていて、いろんな香水を作ってきたんですね。で、それでその調香師たちが手に入れられる精油っていうのが、この油脂吸着法で取られたものなんです。
で、どういうふうにして撮るかというと、木枠で囲われたガラス板とかがあるんですけれども、そこに牛脂とかトン脂、牛脂っていうのはすき焼きの時についてくるあの白い塊、スーパーなんかに行ったらご自由にお持ち帰りくださいってカゴの中に持ってあるあれですね。それからラードと言われる豚の脂ですね、トン脂なんかをね、5ミリから8ミリぐらいこう塗りつけるんですよ。で、そこに花びらを一枚一枚こうやってね、並べていくんですよ。で、その油、油脂っていうのは香りをすごく吸着する性質を持っているので、この花びらの中にある香り成分がね、油の方に移行するんです。で、それをね、今度取っちゃうとね、これね、何も匂いがしなくなるんですよ。で、それ全部取って、で、また新しい花びらをこうやってね、並べていくの。そうすると、まあ、この油っていうのが香りでいっぱいいっぱいになった飽和状態になりますよね。で、そういうのことをポマードっていうふうに言います。先ほどの有機溶剤抽出法で取られるコンクリートと、それからこの油脂吸着法のポマードっていうのは非常に間違いやすいので、区別してきちんと覚えておいてください。で、そのポマードを、これはもうあと一緒ですね、アルコールと混ぜ混ぜして、で、ポマードの中の香り成分っていうのをアルコールの方に移行して、アルコールを揮発させて取るものです。もうね、気の遠くなるような作業じゃないですか。で、今もしね、これをやったとしたらね、もう人件費だけでもね、ものすごい高い水準になるのではないかなと思いますので、行われていないと思います。油脂吸着法には2つのやり方があって、今私が説明したガラス板に並べていくことを、これを冷浸法、フランス語でアンフルラージュっていう風に言います。で、今度ね、それをね、溶かすんですよ、油。で、その油っていうのは結構ね、60度ぐらいで溶けるので、でその液体の中に花をポチャンと入れる。で、いう風にして、で、同じような形でこう冷やしていくと、ポマードができるので、で、あとはね、同じ工程ですよね。で、そうやって取るものを温めるので、温浸法、マセレーションっていう風に言います。で、これはね、映画を見るとね、いいんですよ。レンタルで多分あると思うんですけれども、パフューム、ある人殺しの物語っていうもので、まあ、小説もね、出てるんですけれども、それを見てるとね、非常にわかるんじゃないかなと思います。百聞は一見にしかずって言うじゃないですか。もし興味があれば、見てください。まあ、人殺しの物語なのでね、まあ、ちょっとあまりいい感じではないと、もうふわーっとした気分にはならないと思いますけれども、まあ、アロマの勉強にはいいのではないかなというふうに思います。最後に、超臨界流体抽出法なんですけれども、非常に長ったらしい名前ですよね。したかみそうなんですけれどもね。別名、二酸化炭素抽出法とも言います。割と歴史が浅い抽出法なんですけれども、そもそも物体というのは、気体とか、それから、液体とか、それから固体ってありますよね。さっき溶剤の場合は、常温では液体だったけれども、蓋を開けると気体になる。そういうような形でね。例えば水を例にとると、水って液体ですよね。水蒸気というのは気体ですよね。お湯を沸かしていった時に、沸騰してきますよね。で、沸騰寸前のところ、もう今にもね、沸騰しそうかなっていうようなところは、その、気体なのか、液体なのか分かんないところありますよね。どちらでもない。で、そこの部分のところを流体とか、それから超臨界とかって言うんですね。で、水と水蒸気の場合は、これは温度で変化します。でも、二酸化炭素っていうのはね、気圧で変化するんです。二酸化炭素ってもともと気体ですよね。もうこの辺でほら、いっぱいあるじゃないですか、二酸化炭素ってね。それに圧力をどん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 かけていくと、ある瞬間から液体になるんです。よく高速道路を走ってて、タンクローリーのところに液化ガスって書いてあるの見たことないですか？ガスって気体じゃないですか。で、なのに液化って何？みたいな感じでしょ。あとね、液体窒素っていうのもありますよね。子供がよくプールで水イボを移されてきた時に皮膚科に行くと、なんか液体窒素で焼くみたいな感じでね。液体窒素の容器からビート出すとこう煙がバーッ出るような感じの、私は、ね、子供を連れて行った時見たことがあるんですけれども、あれも窒素って気体でしょ。なのに液体窒素って何？でしょ。これらは気体の圧力を調節することで、で、液化させるんです。で、その精油はね、どういうふうにして抽出するかというと、まあ、二酸化炭素をバーッと送り込むわけですよ。で、そこで圧力をどん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 1気圧、2気圧、10気圧ってかけていきます。そうすると、ある瞬間、気体でも液体でもない超臨界状態の流体になるんです。で、その時、なぜかね、植物からね、精油がバーッと出てくるそうなんですよ。で、その後すぐにね、気圧を元に戻すとね、二酸化炭素ってほら、パンと飛んでいっちゃうじゃないですか。で、そこに精油が残るっていう抽出法だそうです。この方法だと、水蒸気蒸留法のように熱をかけませんよね。それから圧搾法のように異物が混入することもないですよね。で、気圧性有機溶剤抽出法のように、溶剤が残留する可能性もないですよね。ですから、本来植物が作る精油がそのまんま取れるんです。ところが悲しいことに、この装置はものすごく高くって、なので、ほとんど行われていないです。まあ、たまに見ますけどね、二酸化炭素抽出法って書いてある精油ね。でも、わざわざ高価な精油を買う必要もなくて、まあ、水蒸気蒸留法の精油でいいんじゃないかなっていうふうに、思います。まあ、これまでのアロマテラピーはずっとそれで行われてきたわけですからね。ただね、
ジャスミンはね、今のところ溶剤抽出法でしか取れないんですよ。超臨界流体抽出法でジャスミンの精油が取れたらいいなとはね思うんですけれど、ただでさえジャスミンって高いじゃないですか、溶剤抽出法でもね。一体いくらになるのかなって考えただけでも、その精油が取られたとしても、それが手が出る価格だったらいいんですけれどもね、もう手が出なかったらちょっと残念だなっていう感じになります。ということで本日は5つの精油の抽出法についてお送りいたしました。ご理解いただけましたでしょうか。疑問点などあればご遠慮なくいつでもご質問ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。